はい、えー、3月11日の、えー、11日になったばっかりの夜中です。えー、ですね、えー。ちょっと今日のおさらいとかしてみましょうかね。私が今、えー、動画を回してですね、ちょっとまあ、家に帰れなくて13日目ぐらいになるんですかね。えー、実はですね、私、えー、彼女と赤ん坊とですね、えーと、内縁で、関係で3人で暮らしてまして、えー その、12、3日前の日曜日にですね、110番をされて、警察が来て、えー、私が何も悪いことをやったわけではなくてですね、あ犯罪ということですかとか、要するになんか、喧嘩した、脅したとか、ものすごく彼女や赤ちゃんに何かしたというわけでもなくて、彼女の母親と電話をしてる最中に、ちょっと彼女が、 お母さんの話やめてと言われて、ちょっとバレたくないことをばらしたくないとか、あの、ってことで、私がばらしてしまうかもしれんという恐怖があったのか知らないけど、えー、それでですね、12、三3日前の日曜日にですね、えー、お母さんの話しながら、ちょっと彼女が、あのちょっと嫌がってたので、もう電話かけてしまったので、お母さんの話に集中しながら、はいはいって言いながら、ちょっとまあうるさいというか、そんな感じで、玄関をちょっと開けて、 普通にちょっと廊下ですぐ聞き取りやすいようにちょっと外に出て話をしてちょっと赤ん坊とか彼女が喋ってるからお母さんの話に集中するために外に出てそれから5分か10分か分かんないけどまた戻ってはいはいで集中しながらはいはいと言いながら玄関開けようと思ったら閉まっててですねそれから30分か1時間かんないけどその後に警察を呼ばれて警察呼んでに最初2人来て 彼女が110番したとって言って、去年、去年の7月ですかね、されたからですね、まあ、またかなと、2回目のデジャブかなと思ったけど、最初のね、坂本っていうメガネの人がですね、いやいや、近所の人がちょっと外で電話されて迷惑で110番しましたって言って、言ったんですけど、まあ後で聞いたら彼女がしたと言って、で坂本ってあのね、警察の人に、あれ、彼女じゃなくて、近所の通報って言わんかったって言ったら、そんなこと言ってないですよとか言ってね。 私はそんなこと一言も言ってないとか言っても「隣の警察にそれ言ったよね」って言ったけど「何も言えんで早い」みたいな感じで言ってないとか言ってねうん、嘘がバレたら謝ればいいんですけどね嘘っていうか彼女がその目の前で私がかけたって言ったっけんね <laughs> っていう坂本っていう人がまたそれも嘘だやったけどねまあそういった感じで来てその後10人か15人ぐらい来て125人かなまあ45人ぐらいに実家に戻りなさい実家に戻りなさい戻りなさい,戻りなさいってね まあ誘導されたり、誘導というかね、あの、何て言うのか戻らないって言ったんですけどね、まあ戻、戻らないって言ったのは、ノロウイルスに自分がかかっとってですね、えー、と、去年の4月にもね、冤罪で、もう何回もこんなこと喋りたくないけどね、えっ、ー、とね、彼女のね、浮気のね、 疑いいの電電話話を見つけて、といかあの知らない携帯電話が、新しい携帯電話が自分が寝ようとしたベッドの真上にあってそれを見たらピロロンと LINE が入っててそこに「俺も会いたかったよ」的な文章を見つけてしまったんですよね。ごめんなさいね今普通こんな恥をさらすようなことは言って動画に撮らないと思いますけど私ですね2度ですね百刀番で冤罪を裏あの、彼女にもう今。 弁護士も立てられてて争うことになるので私もちょっと裏切られたということになって裏切られたっていうのは何かって言ったら赤ん坊の児童虐待で110番されてでその、えー、と12日前はあもうその虐待も全部許し,許したというかね、えー、と私はそれでもう本当になんと怒り心頭でもう別れてしかも訴えようかとも思ったんですけどまあ土下座して謝ってですね、えー、一私と一緒にいたいおっって。 うからえーまあ、自首することとかですね、まあ、私が事業を始めるという計画立ててたのでちょっとお金も何回いくらか出せるとかねそういった約束とかね、まあ、自首をするとそれで1回言ってるわけですけどね、えー、自首を秋ごろにね赤ん坊と彼女と私が3人で彼女が110番したのが私の児童虐待って言ってしまったとですよ彼女の浮気の疑いの不貞行為の で疑われるね、携帯を見つけて、LINE が入ってて、その文字を見てね、でそれで問いただしたら、えっ、ー、とね、裸だで、裸だでね、逃げてたんですよ、携帯持って、奪って私から、その浮気の携帯をねで。それが7月8日で、その出来事がなかったら人も死なんかったなってことでね、もうそこでもう私、戦おうと思って、今ねあ、戦うとか、今、彼女から。 逆に弁護士を立てられたってことですけど、2回1百当番されてね、2回でも全く意味がわからないということで、ね、えーとね、私もちょっと名誉のためというかね、そんなことで戦いたいからあの、興味がある人だけでもいいですけど動画撮ろうかなと思ってですね、いやもう大変困っててですね、その身近に6年何年一緒に住んでた人にですね、地痴の冤罪みたいな、冤罪を知らない女の人に、痴漢冤罪とかで例えば されるなら分かりますけどね、えー、ちょっと一番親しい、近しかったってか、親しいっていうんですか、人にね、えー、と浮気をの疑いの携帯を問いただしたってかね、何って聞いたらね、何も言わんで、ねね、裸足で逃げていってね、まあ、追いかけたんですけど、その後に彼女がね、えー、と先に家に帰ってね、ドア閉めて、2時間、3時間、2時間ぐらいす廊下でね、 玄関の前で開けろと私が110するよとか言っていいかげにしろお父さん呼ぶよとかあんたのお母さんに電話するぞみたいに言ってたら逆に110されてねあ、はあまあ名誉のためって言われてゃないですけどねその時にねえっ、ー、と彼女がね携帯電話をね持って逃げて私と赤ん坊はね部屋にね2人っきりやったとですよ私が虐待をしてまあ日常的にでもいいしその7月8日の110の時でもいいしね 私がの児童虐待とかね、暴行したとかね、例えばその日でも今まで日常的か以前やっていたならば、彼女はね、携帯持って逃げないでしょ。私と若ん坊二人きりにさせるってことになるわけ。ましてや週6、彼女は、えー、仕事行ってて週6、私は夕方、夜6時7時ぐらいから夜中とかまで、私ずっと一人で週6面倒見よって、今の今までっていうか、 警察にもね、十何日後かにね、娘を連れて行かれるまで、ずっと週六、2人っきりで赤ん坊通って、何一つ今までないし、毎日動画とか、あ毎日は言い過ぎかもしれんけど、写真と動画とかは2、3日に1回は絶対撮っとるけ、何百枚もあるとですよね、iPhone の中にね。それをまあ、ね、もう見ろと、なんていうと、もしもね、あ、もしもってか警察がそうとって疑っとるなら見ろとかね、事実確認のために見ろとか、赤ん坊 なんか見ろとか言うけど、7月8日の取り調べ中にもね、はいもう、はい、はいはい、取り調べ中って疑われたから、警察署に来いって言われて、児童虐待で110番されて、はぁ、あ、みたいな、もう本当びっくりね、晴天のへきれって言うても分かんないけど、そんな感じでね、もう、いやいや、もう疑われとったらもう行くけどって、家にも入らせてもらえんかったん警察が、いやいや、もうあんた容疑かかっとるけん、家に入れんと、ね、警察に来てくれるなら、ちょっと家に入って、ちょっと用意してから、ちょっと東警察署来てって言って。 もうたかれともならじゃあまあ善意でねまあ任意だけど善意で行きましたよでそれで行ってねそこで児童虐待ってことのねまあ赤,赤ん坊を見れば事実確認ね早く確認してってしてねそしたら傷跡もないとかなったらもう話早くて早、はい彼女の、はい、虚偽ですよともうほん悪質なもう大変悪質な虚偽ですよと冤罪という大概重い罪を私になすりつけたってことでねもう考えたんじゃけどまあ もう一回名誉のっていうかね、ことのその時に戻すと、えっ、ー、とね、その後にね、1ヶ月後かかに、ね、児童相談所から電話を受けた子ども相談課というね、役所の方のね、まあいいでしょう、名前出して、宮武さんって方は、えっ、ー、と、警察から連絡がありましたけれども、えっ、ー、と、もう 赤ん坊に傷跡一つはなかったと聞いてるっていうから警察はちゃんと見てくれとやと思うけどね私はそのね子育て家の宮武さんって方からのそのファクトは、まあ、もらってますよねその赤ん坊に傷跡なかったって当たり前だからね当たり前だからであとはまあ、ね、彼女のお母さんとねその100トされた時も話したって言ったけどそれからもう数日後はね福岡に来てからね私聡がちょっとあまりにもかわいそうやから福岡行くわって なんか警察署に行ってから話をつけるみたいなこと言ってくれたけど明日行くっぽいこと話聞いて言ってもらうてそれからその明日っていう次の日になってもず全然連絡なくて折り返しもなくてですね今の今までなっとるんですけどそのお母さんがその電話ではね最近電話ねああもう私が取り調べ行ってその後にすぐ大分にね戻って結局それがね人が死んでしまうことになるんですけどもね人ってさいもう彼女のお父さんがね 全員コロナにかかったけどなるけど、まあ、大分に戻ったと、そのと、もう要するに取り調べの次の日にね、110番の次の日に赤ん坊と毎日風呂入ったけどね、一切傷跡はなかったと言ってくれとるからね、うん、名誉のためにというか、もう疑われとってね、なってるんでしょうけど、まあ、虐待というのはもう社会問題であって、もちろん、役所でもなんか11月とかでも、その、ね、虐待防止キャンペーンとか言って、もう社会みんなで守りましょうって言いますけどね、 まあいろいろ争い事とかもって今の時事ネタではないけど内政干渉しすぎじゃないかと思って他の国をねちょっと平和のためにねみたいな感じじゃないですけど責任も取らずにね内政干渉しすぎてもっともっと内戦が続くような国がねなっていくみたいな感じで私はね警察はねえっ、ー、と職権乱用っていうかやりすぎで干渉しすぎておせっかいなことしすぎでね大分からね4時間かかるね 福岡にね,、えー、とね、自分が赤ん坊を虐待してなくて、4時間あの自分の言い分を言うてねあの、一生懸命言うたのにね、そんなこともね1%私の言い分を聞かんかったってことで、2人死んだんですけどね、お父さんとおばあちゃんが。でそれを読んだのが警察だからね、ちゃんと携帯の、あ携帯じゃない、電話を取って、自分とか、彼女とかがあの実家に戻らんって言ったりね。 最初、取り調べって、あ、取り調べって言うか、もう東警察にも行かんって言ったけど、今度自分家入れんよぐらいの感じだったんで、あの時にね、そこ,こまでの URL あれはないんですけどね、別に任意やし、で、今日も警察来てからいろいろ、まあ、違う署だけど、東署じゃなくて中央署だったけど、まあ一応なんか、相当ね、 何,て言うとか何々した方がいいよこっちもう話聞いたら書いた方がいいよ書いた何とか何とか何とか,何とかって言うんでねまあ犯罪の抑止だけしって黙ってもらえばいいんですけどねずーっとずーっと喋りかけてなんか自分をこうどうかアドバイスじゃないけどもう帰れとかね何とか何とかってずーっと言うんですよこっち行った方がいいよいいよ,いいよとかってねずーっと言うて、うん、でもそう言って警察はしなさいとか命令でね実家に戻りなさいっていうその7月の件はね虐待があったら DV あたったら死んだらどうするとって言って実家に戻りなさい っていう命令系の言葉を何回も言うて、まあ、彼女から聞いたけど、3時間説得されて、えー、帰らないとい、まあ、冤罪やからね。私が赤ちゃんぽを生くとったら、実家に戻った方が当たり前のに、1秒でも早く戻りたかったと思うけど、私とは、ね、その離れたくて赤ん坊を話したかったと思うけど、全然福岡に戻りたいって意味が分かんない。彼女的にはもし虐待だったとしたら筋が通らんというかね、ことを言うから。 それで警察はね、私もいいよっちゃけん、あ、そうなのかなと思って、赤棒に傷一つないやけん。ね、大分県お父さんの時はお父さんも亡くならんかったしね、暴力、俺、なんて自分がね、えっと、年下みたいな人間にね、あの年下の刑事からものすごく喧嘩腰しに来たけん、自分もね、いや、いやダメよ、話せに行こうなんて言ってね、そりゃ、自分より年下の人にね、命令されてなんとかってしたらね、そりゃ、ちょっと失礼やろってことでねあの、刑事変えてとか言ったけん、それでね、 2人とも勝ちってなったんじゃないかと思うけど、それで、なんていうと、私は冷静にね、あの閉じ込めたり、違法なことをね、警察が先にね、やったからね、これは証拠で取ろうと、こんなこと取り調べ室でやっとんかと思ってね、取り調べの可視化という問題があるけど、と防犯カメラもまだついてないんでしょ、今は。ついておうかと思って、一回叫んだけど、長所を無理やり書か,かされたときに。まあそういうこともあるんですけども、なんていうんやろうね。 まあ,まあ、も,うものすごくそういったことでね、えー、まあ、警察に、そういったね、いわゆる高圧的どころじゃない、あの、暴力とか、タックル丸されてガーンってあって、それでやり返したら自分はね、逮捕するんやろ不条理っていうかわかんないけど、そういったね、<laughs> 警察にやり返したらね、まあ我慢したけどね、自分も。なり返したら逮捕されるんやろな、ね、ってね、取り調べで5、6人にタックルされて。ね 怖いよねなんか今2月26日からあの何て言うんですかねこの難民じゃないけど外国人とかがねそういったなんかピザ切れるかわかんないけどなんかそういったところで行政のところで一回ねなんか保,保護されてなんか逮捕された人間みたいなね流される場所があるけどあそこのとこがもう人間じゃなくてねもうなんかゴキブリをね扱うみたいな感じの日本の国でねでそういったので。 なんか映画が合ってるけどね、またそういったのも事実でしょう。私はもう取り調べとかして、なんとかもう長所も無理やり書かせようとしたりとかね、まあ、悪質極まりないね、東警察とかも、まあ、警察のね、もうなんていうと、まあ、悪,悪とかも、なんていうんですかね、悪魔的っていうかね、あのいまだにそれがばれてなくて、うちわのね、再三者委員会のね、あの、なんていうと、うちわだけでね、 やったとやってませんあ。じゃあやってないね。みたいな感じのね、意味が分からない第三者委員会のことで、えー、自分に対してね、不適切な対応は一切なかった。今後ともよろしく、みたいな手紙1個で終わらせようとしてね、犯罪行為をやった警察官をいまだにね、あれですよ、給料もらって税金もらって働けないんでしょいやいやいや、でまあすごそれ、あ、それがね、 動画とかね、証拠で撮ったもんでね、自分がね、取り調べて、ちょっとお前もやばいやろと。だから、それをね、うちの親が言うたもんで、自分が見たいと、心配になってきてね、で、それを見に来た両親が映った、両親、兄と母親が映って、で、その母親がばあちゃんの介護しとったけん、すぐコロナかかってね、何か月、3か月ぐらいおばあちゃん入院したけど、やっぱもう、高齢者でね、 それでもう私2年ぐらいばあちゃんのためにばあちゃん家に行かんかったけどねまあそうね最後に1回だけねのぞみのね娘の顔見れたけんそれだけはあ見せることがねばあちゃんできたけんそれだけは救いだけどねあのそのそあれがなかったとですよその今ね彼女がね弁護士をね立ててるってことだからね言わせてもらいましたけどね 要するに、不貞行為をね、疑いがあるね、男からのメールね、ねそれをね、見ただけで、逃げられて、戻って、先に戻られて、追いかけたけどね、外、そしたら先に家に帰られて、鍵をかけられて、児童虐待という110番さえ彼女にしてね、されなかったら死なんかったし、その後にね、暴行されんかったら、親も見に来てないし、ばあちゃんにも映らんかったやろうしね、コロナがね。 もう博多署でしかあ東署でしかかかったとしか考えられないけどね自分はあのお父さんもねお父さんを呼び出したのも警察やしね4時間かかる高速でも4時間かかるね大分県津久美という遠いところからね重病の、えー、持病があるお父さん70過ぎのお父さん呼んで,であとはね警察でしかコロナにかかった ことしか考えられないいっていうのがね警察の中にもね1人、まあ、まあいるしねかかった人がねでまあ自分の職場とか彼女の職場とか自分が毎週23回ぐらい行くカフェとか洋服屋さんとか、えー、と自分の後輩とかも全てねもう全,全員に聞いたけどね7月8日近辺でねその職場とか友達の知り合いの職場とかも全員聞いて。 彼女の副業の場所も、あの、仕事のやつも聞いたけどね、誰一人、誰一人、コロナにかかった人がいないと言うと7月8日近辺にね、20人ぐらいに聞いたけど、メモ取ってるけどねで。そういったことで、2、3日とか、例えば1週間とか、自粛とかね、コロナにかかったことをね、黙っとっても一緒休みくださいって言った人がいないわけですね。お店の客までは分かんないけどね、ほとんど。 聞い,ていろいろもう何十人とかにいる従業員とかもいませんって従業員には全くいませんって言うからねまあこれでいいんだけどねでそれでね警察が彼女にねなんか最近ね,ねコロナにかかったら亡くなるのはコロナにかかって亡くなるのは誰も罪じゃないですって言って彼女を慰めてるのかわかんないけどねそんなこと彼女がね警察に言われたって言うたいや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  <laughs> 今回の私のケースは違うやろもう」 いやいやいや、怒りが出るよと、うん。福岡県のものすごくね、コロナがすごかった時にね、大分県つくみ市というもうい田舎のところでね、密のところの警察署に読んでね、100人ぐらいいるところに読んで,で、自分の取り調べしようなマスクすらしなかったしね、お父さんも来てね、4時間かけて来てね、まあ、コロナにかかったら衣装かかないかんねって言ってた。 お父さんが本当にコロナにかかったんやげ、ね、ん4時間なんてそれから私と何て言うと彼女の家族全員45日後の同じぐらいのタイミングでコロナにかかったもんやげ、ね、んねうんまあこれは是非ねで隠蔽しとるからねいやもう公安委員会に出して結果が出たんやろってそれやったら私は何も言えんで今のね警察の相談係の内山永田さんとか内山さんとかね私にそ,れにそれしか言えないって。 そういうふうういふにて出たらって言うからっ言かね、まあ、所長さんには話させてって言っても所長に話されはないとか言ったりするけど、まあ、別にそんな子まではあれやけど自分は違うとこでね公にできたらいいなと思ってねこれはまあ一回彼女も自首したってことまで知っとるからねみんな自首させに行ったけど刑事のトップがいなかったもんで、まあ、自首をその行った時にいなかったけどでも自分はせっかく行くということを約束しとったから本当に行って。 まあ手続きはできんかったけど、本当に彼女連れてきてと、で彼女は自首をね、あの、冤罪を認めて、110番のね、児童虐待とては嘘でしたっていうことで連れてきたけんって、彼女もそうよねって言ったら、うんとかね、はいとか言うた感じだったんだよ、ね、で、そんなんだから、それを今、刑事の2回目のね、えーと、12、3日前の110番をまた彼女にされて、お母さんと話してただけで赤ん坊。 触ったとか、彼女と触ったこともなく、物を壊したとかも何にもなくて、電話しとったらいけなり呼ばれたんだけどね。で、それで、えー、とまた自動客と疑われたのか何か、要するによく,多く分かんなくて、2回目の110番だからという意味なのかわ分かんないけど、赤ん坊連れて行ったんですよ。それで今、こんな感じで怒り心頭、ね、の,の,の動画、この私のね、ちょっと怖いかも、客観的に見たら怖いかもしれないんですけど。 いやいやいやと思って、それでね、家にも入れんくてね、12、3日難民になっとるとですよね、車中泊しとるとですよ。いや、何の権限があってっていうかね、私の話も聞かんでね、聞かんっていうか、あの言い分とか何もなくてね、いや、ね、いやまた虐待したろうとかね、いやしてないしとかって、例えば、例えばそういった話ね、今、自分が、なんか犯罪行為とか、何かをしたから赤ん坊がね、やっぱり、 虐待だったとかさ、逆、やっぱりなんか、彼女と DV になったとか、別になんか分かんないけどね、なんにもしてないんだけど、彼女のお母さんに電話しただけでね、彼女がねえ、要するにね、彼女のお母さんとね、彼女の妹の結婚式だったんですよ、えっ、ー、とね、金土日で。で、土曜日が結婚式で、日曜日に帰ってきて、その日曜日、2週間前ぐらいの日曜日にね、あの、なんていうか、110番されてないけど、夕方帰ってきて、 ご飯行こうかって彼女が帰ってきて「結婚式どうやった?」って言って「成功した?」みたいな「無事やった?」っていう意味で言ってで3日間金土日の3日間けあの電話に出らんかったから本当に結婚しとかいなと思ってうちの彼女がねあのうちの自分のねあの着信9回入れたけどねあの1回だけ出たかもしれないけどこの3日間でね2泊3日の時にね9回ね電話に出てくれなくて全然出てくんなかったの1回だけかしらけどほとんどもう3日全然出てくんなかったんで で帰った時にほんま本当に結婚式だったのとまあ私、まあ、妹さんにねいろいろ旦那さんとも23回ご飯食べたこともあってね恨み節じゃないよけどね一応そういったこともあって結婚式呼ばれんかったとか恨み節とか絶対にね言わんとかさそんなことはあの話したわけじゃないけれども最初のあのなんて言うとかな最初はねうんいや懐いてくれとったっけん、ね、あの妹さんにね あの子供がね生まれた時にお祝い,いただいとったもんではいそれでお祝い金もねあのくれたもんでお礼が言いたかったのと結婚式のねされたこの結婚式をしたこのタイミングでねおめでとうって言いたかったけどそれでも妹に電話してんっていう話をしよって私が裸で風呂入りながらして多分なんかこう不幸がついたよみたいなメールとかもするやろうから家族で彼女の家族の LINE とかでね。でするんで まあメールでおめでとうっていうかね、おめでとうって言っとってっていうか、ちょっと自分の声で言いたかったけど、電話してみたいな感じで言って、電話番号教えてんって言ったけど、教えない。えじゃあ彼女のお母さんに、じゃあ彼女のお母さんの電話番号しとけ電話して、妹さんに、ねああの、赤ん坊が生まれた時のお礼と、あのお祝いのお礼と、結婚のね、結婚式、まあ、私、 一人で留守番やったけど、なんで呼ばれんかったかとかは、まあ言わんけど、おめでとうって言いたくて、お母さんに電話してね、そしたらお母さんと、お母さんがね、もう、ものすごくね、なんかね、最初頭ごなしにね、お父さんが死んだ時にね、何してくれたあなたみたいな感じで、頭ごなしに言われたとよ。言われたもんでね、私がその弁明をしよって、いやいや、自分はね、彼女のお父さんがね、前日までずっとビデオ通話で私の娘と、 のんちゃん、のんちゃんでビデオ通話しよって、でもその時のね、会話はね、もう言いますけど、彼女のお父さん用意してくれてね、まあ、もう悔やみきれないけどね、最後の言葉がね、あの医者に殺される警察呼べやったん医者に殺される、医者に殺されるって言って、次の日ね、亡くなったんだから私はそんなね、文句言われたね、最初、頭ごなしにね、彼女のお母さんにちょっと文句そういうふうにね、あんた、なんと言われたんですよ、そうやって。 あとなたんかかしててくれたねとか言っていや葬式とかも来るできなくてねうちのばあちゃんが入院しとってからその病院からも無理やり退院して,てもうでも家です介護したいって母親言っときに待機してたんやけどねあ待機するためにあの病院にいつ連れて出すか分からんけん明日って言ったけに待,待機しててねそれでえっ、ー、とねお父さん亡くなった時に私も大分の実家に戻りたかったけどねそれでちょっとうちのばあちゃんが入院中でそこの、えー、と運ぶためにね ちょっと車用意しとってって言われたんでやっぱ、うん、それで福岡におったっていうのがあるけどやっぱそれで来てくれなかったって恨み節をねお母さんに言われて <laughs> それでいやいや私はね医療事故あったからそういった弁護士さんをね探したりあの電話でね相談したりとか全然、ね、探してからもうとかね警察とかにもこの何て言うと警察が日本あ日本じゃねの福岡に呼んだんやから4時間かけて来てくださいとその理由が私が暴行してねと信じて。 あ虐待をしたと信じて、また赤,ちょ赤ん坊が殺されるから、迎えに来いって言って、お父さん呼び出してね、福岡に呼び出してすぐコロナにかかって亡くなったから、それで警察に対してもいろいろね、告訴したいなと思って、しようと思って、検察官とかもともと被害届も出したりも、全部無視されてるんですけど、今ね、でそういうことで、やってますよって、お母さんって、なんか物が欲しいんですかじゃないけど、なんかしてくれたとか、なんか物くれたみたいに言われて、それちょっとひどいですよ、みたいな。 自分も話で説明したくてね自分はこう,もう悔やみきれんくてあのこういう風になったことは悔やみきれんくてねちょっとそういったあのそこに集中するわけじゃないけど私はその何てかって病院で何があったのかとで警察も責任の追及したくてねでそういったことをあの行動をね孤軍奮闘というとこ孤独にやってましたよって私も言いたくなってね話をして。 でそしたら彼女が多分それをね、言ってからお母さんとちょっと言い合いになったてでそれで結局何が言いたかって言ったら、妹もお母さんもね、彼女がね、浮気しとったとかね、あ浮気をメールが原因で、疑うね、不定行為を疑うね、知らない携帯電話が家にあって、それを取って、で、それを、なんていうの取ったとか見つけて、 メールが入ってきたの文書も読んで、それを問いただしたら逃げてね、しかも児童虐待でとかで、警察沙汰になったとか、そこまではお母さんしたかもしれないけど、それが原因でお父さんが亡くなったとか、そういったことをね、ばらされたくなかったっていう自己欲しいんと思うよ、今もう、本当、弁護士立てられて、なんか争うようなことになって、喧嘩売られてると、彼女に私、一緒なんけど、争うことになってるから、あの自由を奪われて。 警察が連れてかれてて、か彼女もなんか弁護士立てたってことになって私14日ぐらい123日家に入れんけんそれはもう私も名誉のためでねそれは名誉というかも、まあ、それもそれは真実っていうかそれはね残しとかんと思って今撮ってますけどねでそれがだけでお母さんと私話してなんか別にそういったこと真実をばらすぞとかなんか脅したりしたわけでもないんやけど何やねんと思ってそれで まあ結婚式の3日間、私、留守番しとって、連絡くれなかったっていう不愉快な時はあ、気持ちはあったかもしれんけど、何もしてないよって話でね、あの、なんか、警察が赤ん坊も連れていくね、なんか、ぐらいの、何か、ちょっと危険なこと、抑止をしたいっていうことをなあね、するぐらいちょっと危ないと、犯罪の抑止みたいなことは何もしてないんですけどね。 それでね、赤ん坊と今、2週間会え,会えないとですよ、結婚式の日から連れて行っておけ。帰ってきても、赤ん坊、そんな抱っことかもしれないしね、その赤ん坊っていうか、も娘か、1歳8か月の娘ですね、お帰りとかでね、なんか抱っことかもしれずに、2週間え、15日ぐらい会えてないとかに会わせたら、週6、私が育てよったっつけどね育て寄っていうか、育児でね、2人っきりで。 ほとんど夕方から夜中までで今こんな仕打ちになってますっていうことをねもうちょっともう何て言うんですかね戦いますんでちょっとこういうことはずっと撮っていこうと思います、まあ、ちなみに長い今30分ぐらい経ちるんかすごいなだんだん喋りながら慣れていこうと思うんですけど、ね、説明したり会話したりすること昨日ねえっ、ー、とねたかえっ、ー、とねこういったことのね立花隆 ね、NHK をぶくわす人にね一度電話してあの自分のことをそのあの話したことあってもう一回ねちょっとねダメ元でなんか興味持ってくれるかなと思ってちょっと NHK の不祥事じゃないけど警察の既得権益じゃ言わんけど、まあ、権益がねそういった警察の権威だけで動いてね責任を取らんとかねそういったこと彼女とか違う警察の暴力のことまでは刑事とか民事とかでも弁護士さんでまあ一応いろいろ進めることはできるんじゃないかと。 言われててね、今、ちょっと別件扱われたりして、弁護士さんと話、まだ動いてないけれども、その警察法ということをね、立法というか、そこのね、どこが、警察法で犯罪の抑止、抑止のためって言ったら何度でもできるような、なんていうと、あの責任を取らなくてもね、今日もね、えーとあのー、事務所に弁護士行った時に、今日も警察、なんか、 と話したんやけど、ね、あの帰りなさい帰ったかよ帰って帰りなさいとかもうこれ話聞いたら帰りとか言うねなんとかなんとかなんとかってみんな言うけど私がそれを帰りなさいとか警察に言われて実家に戻りなさいとか言われてねそれで戻って1回人が死んだんよねだけねそれで戻ったら責任取るとって言ったら取らないって言うからねじゃあアドバイスしないでとアドバイスっていうともう犯罪の抑止だけで黙っとってって感じでねなんていうとこやな 自分が110番して警察呼んだわけじゃないんやった場合はね、何々しろ、何々しろ、何々しろって警察に、あ、もうそんなん言われるあれがないということでね、言われるないとかも、そういうふうに思いますよ、今はね。だってそれで、や、もしこうなったらどうすると、いや、責任取らんけど、じゃあ、指示命令とか、それを何回も命令経由言たら強要すると、みたいな。命令口調のやつ何回も何回も言ったら強要やんつって。っていうことでね。 まあそのことについてね、立花隆さんにね、電話して、ちょっとね、一生懸命話を最初聞いてくれて、あの動画を見とってくださいって説明したら下手意見って言おうと思ったけど、ちょっとまあ説明を、話してって言ったら、ちょっと混乱させてしまったと思うんですよね、ちょっと話、説明を、なんていうとかならね、前もってこう,こう話そうとしてなかったんで、やっぱ長ければ長いことを短く簡単にパーンって説明できんかったうのが要点言うてだけよ。<coughs> あなたが私に電話かけてきたのがちょっとよくわからないって言われてなんで私にかけてきたのかって立花隆さんに言われたんですねまあまあ興味持ってくれて面白いねとか言ってねなんか昔の自分やねとかちょっとなんかああその警察の不祥事かって NHK の不祥事かってちょっと共感してもらえるのかなというダメ元でかけてたんですけど結局ね言われたのはねまあもう いろいろちょっと、立花自分から電話かけといたから、あの、話聞いてもらって、ほんのすごく感謝であ、ありがたかったんやけど、結局なんかもう、結構、そこになんか、動画とか見てもらって、警察に喧嘩を売ってるあなたの人間性も疑われるみたいな、そこまでね、立花隆さんに言われたんでね、でもその辺はね、弁明したいんですよね。まあもう、誰も聞いてないかもしれないけど、これこんな30分以上喋るより最後らへんで。まあね、なんて言っちゃろうか。 あの警察にね、あの動画を撮ったらね、あの動画撮ったけんね、はいはいはいって、あなたたちひどいやろって言ったらね、自分も警察に喧嘩を売ってね、なんかそれね、あなたの人間性も疑うとか言われたりね、言われたこと、立花隆さんね。立ックくわスね。で、なんて言うのあとなんて言われたかね。まあまあいろいろと、いくつかそういったね、 自分からかけとるとか、ね、失礼やなとは言いたくないけどね、そういうような感じのね、ことは言われたんですけどね。いやいや、年下の警察からタミグチ以上より命令をいっぱいされてね、私40過ぎとるけど、まあそんな30代とか,大とか30の人とかに言われて、ね、言われてて、そんな喧嘩腰越しに言われたらね、うんうん、むって立さんもするんじゃないととは思っちゃうけどね。まあまあ、そういったこともいい。 なんと弁明できんでね。自分から電話かけとったっけん、それはもう。俺言うて電話切ったけど、ちょっとごめんなさいね、思い出した。なんかいろいろね、あなたの人間性を疑うとかね、なんかいろいろそんなこともね、まあね、電話越しで始めてまして、だけん、あれやけどね、話いろいろ聞いてくれたけん、あれやけど。あとね、警察はね、悪くないとか言ってね。 彼女が悪いっていうのは誰も聞いて私も100%わかるし全部100彼女が悪いところから始まるけどそれに乗ってそれを信じてね事実確認をしない警察っていうとねしかもねそれで人が死んだりねいろいろなったのに私に暴行したのにね隠蔽してからいまだにね警察がねあと逃げ切っとうっていうところでねそれをねまあ当たり前のように腹立つことをね例えば立花隆さんが昔ね だまだもうそのずっとやんでもいいけど、まあ、NHK の内部告発を知った時にねそれでクビになったりして恨み入れに一生懸命頑張って今のねえっ、ー、と何て言うと国政の当春になったりまですねされてるのはやっぱりすごいことやろうけどそういった気持ちがあるから頑張ってこれたんやろうけどそういったことを共感してもらえるかなと思ったんですけどね。 あちょっと甘かったね。ようどわからん人から電話かかってきたと思ったんやろうけど、まあ話は聞いてくれたけど、まあ俺は言いましたけどね。いや、うん、ちょっとあなた、警察に喧嘩を売るあなたの人間性を疑うって言われた後に、しかも警察はね、そんなことしてもね、警察の行動には間違い,間違いないと思うっていうところでもう、ああ、ま話が通じないなと思ってね、思って、自分もちょっといいね。 自分からかけといて、やっぱちょっと不愉快にさせたかもしれんし、私も不愉快になった時に電話切ったんやけどね、私は戦うよ、そりゃ、当たり前のように。自分がやり返した逮捕やったっちゃろうけど、5、6人にタ,タックルされて、証拠証拠の世界とかなんか言うたりするけど、まあまあ、こうなったんじゃないかっていうのを自分がね、されたことを言うといて、何も告訴もしなかったら、ああ、嘘やったんかなってなるかもしれんけど、一応ね、自分は被害者の解 あの冤罪被害者の会とかいうとこも電話してね、もう10年ぐらい警察の不祥事やね、なんと冤罪をなすりつけられた二本松さんっていう方とこの間さっき電話してもらっていろいろそんなのを聞いたんですけど、10年かかるらしいね。もうほんと気を長くしてというか。まあでもまあそういったことがあるってことをね、一人でも知ってほしいですね。福岡でも日本でもないけど、取り調べ室でね、こんなことやりようとか、要は、なんとだから可視化問題とか言うけどね、実際自分が、えー、と40年以上、 えー、別に前科があったわけじゃなくて取り調べ室というものにはあの捜査の協力では行ったことあるけど自分が協力して覚醒剤をやりよう人間逮捕したことが3年前あって感謝状とかももらっとらんから証拠ねえかもしれんけどまあまあそういった協力したも2回とかあるんやけどねこの暴力された人とかをもうかなんて言うとそうやって保護するために夜中連れて行ってまあいいですけどねそういった。 ことをしてたのにもかかわらず今度は自分が保護自分の娘をされるとか自分の暴行とか虐待の疑いでってことで証拠がないからね今冷静に話しようけどもねあの本当怒り最高潮で未だに家に入れなくてねまあそれはまあそれから今日のちょっと弁護士事務所のことになるんですけど弁護士事務所のことはちょっともう一回切ってからもう一回説明しましょうか、ね、説明、まあ、自分で何て言うかなした動画を撮ります以上です